幌市の方を、後にしまして、後にしましてというか、下るのも疲れましたよ。いやまあやっぱり時間見たらや、あの道の駅の方から、東大の方までね、10分ぐらいかかりました。9分ぐらいだったかな。まあ、ほとんど、ね、上りなんで、あまあ疲れましたよ。まあ、だけど、まあ、登ったら甲斐があって、まあ、景色はまあ本当に素晴らしい。あの水平線が、まあ、本当に地球って丸いんだなって、いうふうに思えるような、まあ、素晴らしい見晴らしでしたね。で、まあ、遠くはね、新潟方面まで、見ることができるっていう、これは知りませんでしたね。本当に能登半島、まあ、日本海に突き出た半島だというのを、まあ、つくづく感じましたね。これかかしのなんか展示会的なものやってますね。でまあ、先ほど野呂市の灯台降りてくるときにもお話しましたけれども、ちょっとねゆっくりブラブラしすぎたということもありまして、今、ね、2時半です、まあ、それもあるのと、あとこの雲行きね、まあ、ちょっと怪しげなんで、まあ、6時からの降水確率がまあ急激に上がっているということもありますので、まあ、あとは、まあ、本当にどこにも寄らずに帰りたいと思います。うわ、ここも景色いいな。いやここも素晴らしいな。でまあ、帰り道の方ですけれども、まあ、来るときは珠洲市、郊外の方から、まあ、北上して、まあ、六甲崎の方まで入ってきましたけれども、帰り道は、一旦あの外海の方、出まして、そこから途中、珠洲の方、まあ、珠洲を越えたところですね、まあ、そのままあの南下して、まあ山をこう横切るような感じで、そしてまた鈴道路の方戻っていきたいと思います。なので道的にはね、今はこうやって海岸線、ここをまあ沿ったような感じでこう走っていくわけですけれども、途中からね、左折をしていって、そしてまあ、元の道に戻るという、まあ、そういうルートで帰っていきたいと思います。まあ本当に外裏からずっとね、北上して、この辺りまで来ようと思うと、まあ要所要所の観光名所、こちらをまあ、寄りながら来るとしたら、多分羽咋からでも3時間あってもひょっとしたら足らないかもしれないですよね。まあその場所に、泊まってこう、写真撮ったりね、動画撮ったりとか、しながら、まあ2、30分こう休みながらね、何箇所か通るとなると、まあ3時間じゃちょっときついかなというふうに思います。こちらももう海岸の方まで降りてきましたので、このようにね、海がものすごい近いです。で若干の風があるもんですから、まあ、波もね、まあ、絵的には、とてもね、白波立って綺麗なんですけれども、まあ、少しね、風が強いかなという感じですね。わー、
すごいな、すごい綺麗だな。ちょっと止まります。私自身観光客化してますよ。いや、岩肌も素晴らしい。いや、普段ね、本当に内浦をよく見てる関係でね、こういう外海っていうと新鮮味ありますね。まあ本当に今日ここまで来て正解ですよ。こうやって下っていくこの雄大な景色、まあ素晴らしいですよね。いや本当に、カーブはいいんだけど飛ばしたくないですよ。もう景色ずっと見ていたい感じですね。やっぱり海いいですよね。で、あれ正面に見えるあそこのなんかぴょこんとこう、飛び出したような岩、あれゴジラ岩なんですって。ちょっと寄りましょう、撮っていきましょう。あれですよ、ゴジラ発見。もうゴジラと言われればゴジラですよね。はい、正面から見たらどうなのかな、正面というか向こう側から見たらどうなのかな、なんかゴジラっぽいと言えばゴジラっぽいし、まあ、こうやってちょこちょことこう止まってるとやっぱ時間かかるんでしょうね。こちらその揚浜塩田ですね、こちらで塩を作る塩田になっております。249、もうちょっと向こうかな、ここなのかな、ちょっとここっぽいので、ここをね、飯田方面ですか、これでやってますね。なので、こちらを左折をしていきたいと思います。ループになってるのかな、まあ、石川県でループになってるとこって、
ないんですけどね、まあ、ただこうやってあの こんな感じであのレコード盤切ってありますんで、あんまり倒せないですね。こんな感じね。で、登り切ったらやっぱり見晴らしいいですね。で、このまま、山を、縦断しまして、そして、北道鈴道路の方に戻っていきたいと思います。